はい、こんにちは、武田クリーニングです。こちら東京ディズニーリゾートのお洋服なんですけども、フードにこんな風に、耳がついていたりしますね。これ何、グーフィーかな。シミがねたくさんあります。こういったところ全部シミです。細かいところ見ていきますと、前身頃だけじゃなくて袖にも古いシミがついています。こういったところですね。まあ、飲食に伴うシミがですね、酸化してしまったものではないかなというふうに思うんですけども、いつ何がついたのかもうお客様わからないというふうなことでございました。洗濯表示を見てみますとですね、こちらは素材が、はい、ポリエステル 100% です。リブもポリエステル、若干ポリウレタンが混じってますけども、ほとんどポリエステル、化学繊維ですね。お洗濯液表示、ドライクリーニングが×になっておりまして、30度手洗いが OK になっております。星のところに尻尾的なミッキーがいますね、ここね。でここに人参のプリントがしてあります。それでは部分的なシミ抜きをしていくにはですね、数が多いので、化学繊維でございますし、全体処理できれいにしていこうと思います。はい、仕上がりました。状態見ていただきたいと思います。非常にね、きれいにすることができております。ずっとこの辺にですね、黄変した古い食べこぼし食に伴うシミがあったんですけども、一つ残らずきれいになっております。薄く残ってるとかそういったものではなくて、完全に消えておりますね。大丈夫ですよ。はい、それから袖ですか。袖にも目立つような色の段差があったんですけど、もはやどっちにあったのか分かんない。この辺にあったんですかね。この辺にあったのも綺麗になっております。この辺にもちょっとあったんですけどね。あとはお色、質感、風合い、すべて、保っております。何ら望ましくない変化を生じることなく綺麗にすることができております。このミッキーも大丈夫ですね。やっぱり、東京ディズニーリゾートで、買ったお洋服というのはですね、やっぱり、このお洋服を見るたびに、思い出としていろんなことを思い出すんじゃないかなというふうに思いますね。楽しかった思い出を思い出す、そんなスイッチになってるお洋服なんじゃないかなと思います。綺麗になってよかったです。ご利用ありがとうございます。